こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、2月の16日の金曜日です。今日の朝刊にですね、日本の GDP が、ドイツに抜かれて世界第4位になったと、こういうニュースが出ていました。ついこの前までですね、日本は、このバブルの時ですね、30年前は世界第2位と、しかも、実質はもう世界ナンバーワンだと、ジャパンアズナンバーワン、ナンバーワンとしての日本というね、そういう本が、エズラ・フォーゲルさんの、この本がね、世界中で話題になった時代がありました。しかしその後ですね、日本はどんどん凋落を続けて、もう中国に、抜かれてしまったと。そして第3位になって中国に抜かれた後、いよいよ今度ドイツにまで抜かれてしまうと。で、どん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 日本が凋落していると。そういう印象の記事であるわけなんです。で、確かに日本がですね、30年前のジャパンアズナンバーワンの時代から凋落していることは間違いありません。しかし、今回のドイツの問題はですね、まさに、昨今の円安ですよね。100円ぐらいあった、ドルと円の、通貨比率がですね、これが、為替比率が150円ということで 1.5 倍になったわけですね。ですから、その分日本の、通貨がドル建てで計算すると小さくなってくるということで、ドル建てでみんなやってますからね、日本の経済力が小さくなってるわけですけれども、しかし、その一方で、日本はですね、本当にじゃあ貧しい国なのかというとですね、そういうことじゃないんですね。で、むしろ、投資がどんどんされずに、この、国内で貯金で溜まっている、預金で溜まっていると、というのは経済が大きくなっていない、根本的な原因なんですよ。で、それは一方で、国債の発行額、これがどんどん日本、世界でも、GDP の、倍ほどあるというですね、極めて大きな、国の借金という言い方をしたりしてますけれども、それもそうじゃなくて、その分だけ国が通貨発行をして、従いまして出したお金は、基本的に全て国内に流れてますからね。国内の皆さん方の家計や企業の預貯金が残高としてドカンと増えてるということです。で、しかし残高として増えてるんだけれども、だから財産として国民の財産になってるんだけれども、それを使っていない。使っていないというのがですね、経済の規模が大きくならない理由なんですね。で、逆に言うと、ジャパンアズナンバーワンの時代、30年前の時代はどうかというと、国はそんだけ大きな負債残高がなかったんです。しかし逆に、民間の負債残高がものすごく大きかったんですね。600兆、700兆近い、この民間負債残高があったと。で、それを、それでですね、銀行がお金を貸して、どんどん経済が大きくなっていったわけですね。ところが、それが、日本がですね、このいわゆるバブル崩壊、そして不良債権処理を通じてですね、一挙に400兆円台にこの民間負債残高が減った。で、民間負債残高が減っただけじゃなくて、預貯金残高がどんどん減っちゃってですね、負債よりも預貯金の方が多いという、つまり、民間企業部門からするとですね、投資をするよりもお金を貯めてる方が大きいと、こういうことになってるわけですね。これがまさに、GDP が、伸びなくなった根本的な原因なんですね。だからこれは、経済のこの力として弱くなったことは事実です。しかし、貧しくなったのかというと、貧しくなってないんですね。お金あるわけですよ。お金あるんだけど使ってないというのが現実です。ですから、この GDP がどんどん落ちてきたということで、卑下する人がいますけれども、それは卑下するところが間違っていて、別にですね、もちろん GDP もっと本当でしたら、今では、正しく経済運営していれば、今日本の GDP が1000兆円ぐらいあったかもしれませんけれどもね。しかし、そのことよりも、そういう、GDP の量よりもですね、そういう何が原因で GDP が伸びなくなったのかと、ということが分かればですね、これから、この GDP が、多少落ちていても、そう気に病む必要はないと。
で、むしろドイツがまあ今回、4位から3位になったということですけれども、ドイツがそれじゃあどんどん本当に立派ないい国になってるのかというとですね、まあ、ドイツは、東大ドイツが、合併してですね、一つのドイツになって、これからどんどん大きくなっていきましたね。で、しかし、その大きくなった原因が、まあ、中国との一体的な経済、発展なんですよ。中国に莫大な投資、自動車産業なんかもそうですけども、投資してますよね。で、そしてエネルギーについては、ここはですね、ロシアからの、この、パイプラインでエネルギーが賄われていたわけですが、ロシアからのパイプライン止められてしまいましたよね。これ、いわゆるウクライナ問題で、経済制裁をドイツが、NATO 軍と一緒にやるもんですから、ドイツ側もこれ潰し、ロシア側もここを途絶えさせてしまうと。で、そのことによって、エネルギーの安定供給ができなくなってきている。で、しかも原子力発電所は緑の党なんかがありますから、これは絶対反対と。ということで、隣のフランスからですね、原子力発電で、得られた電力を購入すると。まあ、こういう形でエネルギーに関しては本当にですね、脆弱な構造になっているわけですよ。で、それに比べて日本はですね、日本もエネルギー自身は、石油、これをですね、海外から依存してますけれども、原子力発電所もなんとかもう一度再開になりましたしね、それから、自然、再生可能エネルギーなども含めてですね、ドイツに比べて私はエネルギーの安全度は、非常にもっと高いと思いますね。で、何よりも島国ですから、日本というのは、このエネルギー問題、食料問題、もうこういうものを自分たちの国で、自給自足できる仕組みを作っておきさえすればですね、非常に経済的にも安全保障的にもですね、安定した国になれる、そういう、元々の、土壌があるわけです。ところが、ドイツの場合はですね、もう対立国家で、東は、東ヨーロッパ、ロシア、ここが、そこに接している。で、西側はフランスに接しているということで、まあ、なかなかこの大陸の中心にあるだけに、安全保障上の条件はですね、日本よりもはるかに厳しいものが実はあるんですよね。で、そして、この一番の問題はですね、ドイツは、かつてナチスドイツ、の時代にユダヤ人迫害ということをしたということで、まあ、社会から徹底的に非難をされているわけで、で自らも、そのことを、反省し、するという立場になっていますね。で、結局のところですから、この反ナチス的な、もっと言えば反ユダヤ的なことをですね、やること自体が絶対のタブーなんですよね。で、私がなんでこのことを言い出すかったかというとですね、要するにこの反ナチス、反ユダヤというのはどういうことに意味するかというと、要するに今日のグローバル勢力というのはまさに、その背後にいるのは要するにユダヤ金融資本であったりですね、ユダヤ人の、この学者はじめそういうネットワークが、確実に世界中に、出来上がっているわけですね。で、そしてその中心が実は、ドイツではなくて、ドイツから亡命していってアメリカに渡った、ユダヤ系の学者がグローバリズムの一番の元を、築いて世界中に広げていってるわけですよ。で、世界中にこういうルールを守らないとおかしいという形でいろんなルールを決めて、それをですね、一方的に広げていく話にする。ところが、それぞれの国にはそれぞれの国の歴史や文化、伝統がありますからね。必ずしもグローバルな、まあ、いわば、ユダヤ系の学者や、資本家たちが言っているルールに、馴染まない、そぐわない問題がたくさんあるわけですよね。で、しかし、それを、このグローバリズムだというとですね、受け入れざるを得ない。で、その一番典型がドイツなど、ヨーロッパでは、そういう勢力に席巻されて、自分たちの国の文化がどん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 蝕まれていっている。これが今の、ヨーロッパの一番最大の問題だと思いますし、ある意味で言いますと、その一番の、被害者と言いましょうかね、グローバリズムに、染め直されて、いってしまっているのがドイツ
であるわけなんですね。で、そうすると、これから先ドイツはですね、なかなかこの問題について、対応するのが非常に難しいわけですね。というのは、このグローバリズムに対抗しようとすると、ある意味で言うと反、ユダヤ主義というような形の意味になってしまうわけで、で、それを言うとですね、ドイツは完全な、まあ、この、勝手の、ナチスを忘れたのかというような形でですね、まあ、大変な袋叩きにあっちゃうわけですね。だから、今回の、GDP、ドイツに抜かれて4位になったと嘆いている方がおられますけれども、私はむしろドイツのことを非常に、そういう先行きを考えてみると、気の毒なふうに思っているわけです。で、むしろ日本はですね、この島国という、そして、そのおかげで長い間ですね、他国と、この交流をせずとも、まあ、鎖国という時代が長くあったりもしましたけれども、自分たちの国の文化をですね、しっかり守ることができたし、さらには、かつてはですね、食料もエネルギーも全部自分たちで自給自足することができたんですよ。で、戦後、その自給自足の仕組みをですね、まあ、占領中に、潰されましてね、食料は、アメリカから小麦を輸入したり、肉を輸入したりして食べるという食習慣を変えられたりですね、エネルギーも、もともとのあの戦争のきっかけは石油を止められたことから始まったんですけれども、まあ、石油に、も、ロシアが隣に実はあるわけなんですね。で、そして今もサハリン2から、このエネルギーを入れてますけれども、もう少しロシアとの関係をですね、よくやっていき、そして、この原子力エネルギー、その先にある、核融合も含めですね、そういうエネルギーの自給自足を、かなりの分でできるようになるならばですね、日本は先行きはですね、決して、暗いものばかりじゃないと思います。ですから、まあ、GDP が4位になったことを嘆くよりもですね、この際ですね、かつて GDP が高かった時は何かというと、民間がたくさん投資をしていたからであって、で、それを投資をできない仕組みを作られたと。で、これは何度も言ってますけれども、いわゆる BIS 規制を昭和63年に変えられて、平成7、8年から確か適用されたんですね。で、そして、その結果、貸し剥がしが起こって、そして、銀行は貸し付けるよりも債権回収を余儀なくされて、日本自体が、GDP が伸びなくなる仕組みになってるんですけれども、まあ、そのことも含めたですね、こういう歴史の、経緯をしっかり知っておくこと、で、それが一番大事だと思います。そして、もう一つ今回の GDP の発表、この、あんまり伸びなかったのはですね、この、震災前の10月から12月ですが、昨年暮れのこの消費が、少なかったんですが、これはもうまさに、物不足ですよね。物価高、石油高によってですね、消費が、随分抑えられたわけですね。だから、まあ、ここの対策をしておかなきゃならないわけで、この対策は、トリガー条項は話はですね、止まってしまいましたけれども、私は、こういう、政府が補助を出してやっていくというのはですね、非常に大事なことだと思っています。なぜなら、それは通貨発行、つまり国債でできることでありますし、出したお金は国民に回るわけですからね、何ら問題ないわけですよ。ですから、今回の、GDP の報道もそうですけれども、何が問題で何が問題でないのかと、順位が下がったり上がったりで一喜一憂してるんじゃなくて、本当の問題は何なのかと、というと、本当の問題は、この供給力、そしてそれを安定的にできる仕組みがあるかと。で、日本は、まだまだ供給力不足の状態ですが、これをしっかり確保し、そしてエネルギーも、労働力も食料も自分たちの国で確保するという方針を決めればですね、これできる国だと。で、ドイツはそれができない国だと。で、そこが日本の大きな可能性だということに皆さん方にも気がついていただきたいと思います。ということで、今日の新聞の GDP が第4位ということを受けて、私の意見を発表させていただきました。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。